はい、どうも皆さんご無沙汰しております。旅人のチャンネルの旅人の本人でございます。今回は上越新幹線の延伸についてね、話していこうかなと思います。まあまずね、上越新幹線についてざっとおさらいしましょう。上越新幹線は埼玉県の大宮を起点に熊谷、本庄、早稲田、群馬県の高崎、上毛高原、新潟県の越後湯沢、浦沢、長岡、燕三条、新潟のね、結ぶ路線でございます。およそ300キロぐらいのね、キロメートルのね、距離はある路線ですね。まあ、新潟県の県都、新潟や、結構人口の多い長岡市、またね、観光地でも有名な越後湯沢の湯沢町を通ったり、群馬県のまあ実質的なね、中心都市、高崎、埼玉県北部の都市、熊谷、埼玉のね、大宮で、大宮から東北新幹線に直通するって感じですね。で、今回私はね、上越新幹線の延伸についてなんですが、北にね、延伸ですね。これより北っていうのは、まあ、東北の脇ですけど、東北ではないんですね。延伸の距離は本当に短くて11キロぐらいです。こちらです。新潟の次は、もう新潟空港をね、目指そうじゃないかということで、大体場所としては、こちら新潟市内の話ですけど、新潟からこうやってね、ぐってくねってなってますけど、ね、ここから新潟空港というねルートですね。新潟空港がちょうどね、あの沿岸部に出たところにありますね。ここに新潟のね空港があるんです。で、ここの新潟空港はいろんなね便が出てます。大体札幌とか仙台とか、はたまた大阪の方も出てたのかな、大阪福岡方面の便も出てます。あと成田便っていうのもありますね。そんなね、場所です。まあ割と新潟でもね、まあそこそこ重要な空港でございます。まあ、将来佐渡島の方へ行く佐渡行きの飛行機も出るようです。それでまあいろいろとね、この上越新幹線のね延伸話、実はいろんなところで記事になっております。こちらはね、新潟日報のものですけど、まあ空港ね、何これ、乗り入れの後期兆しということで話があります。まあ、新潟市東区の、新潟車新幹線作業センターの先に車止めのどうのこうのがあると、上越新幹線のレールは終点と、でも直線4キロほどに新潟空港があり、新幹線以来40年間、途切れた、ままに伸ばせずにいる。同じ1980年、どのことと書いてますが。まあ、いろいろとね、まあそういうことで、構想として実は新潟空港への乗り入れというのもあると。そういうのが書かれてます。実は他の記事、東洋経済さんのね、これ新潟空港の実現するかというね、これはでも地元でも高まる空港因子、また上越新幹線のね、に期待ですが、まあ、上越は前々回、もういつだかもちろん忘れましたが、過去に言いましたんで、空港因子の方に、ちょっと全振りさせます。新潟空港ってこんな大きな空港なんですけど、まあ、いろいろとね、新潟空港の延伸構想、これいつの記事だろう。ずいぶん前ですね。6年前の記事ですけど、そういうのが、ね、あると。で、これはやっぱり、環日本海のハブ空港、そして、世界を結ぶ新潟空港、その可能性と、決意ということで、そういうことが書かれていますが、多分、国際空港としてもね、新潟って期待があるのかなと思うんですよ。まあ、現在、新潟はここですけど、まあ、東京もまあ今、上越新幹線で新潟、東京間が1時間半ぐらいでしょうから、ちょっと延伸すると多分1時間40分。まあ、2時間以内には実は新潟空港行けるようになります。もし延伸したらと。新潟、東京。だからもしかすると、羽田や成田、茨城以外にもね、サブ的な役割で新潟空港も期待できますし、これは結構、それは大きな影響があるかなと思います。まあ、それは言える話でして。あと、新潟市内においても、あとは、他の新潟の、他の地域、燕市や、燕、三条、長岡、
ここは南魚沼市のあれかな、浦沢とか、まあ、湯沢とか、まあ、もしかすると群馬県ぐらいまで、新潟空港のね、距離が近くなる可能性もあります。高崎とかぐらいまでは可能性はないとは言えません。それは大きいですし、まだ他の上越新幹線のこっちの構想もね、ちょっとあったら、いわゆる新潟新幹線ですと、の構想もありましたら、上越妙高とか、糸魚川らへん、もしかすると、長野市内まで含む影響力があるかもしれません。これは結構大きな構想だと思います。割と大きな効果がありますし、佐渡島はちょっと島なんで、人口も、まあ、昔は多かったですが、今は少ないんで、ちょっと佐渡島は飛行機でヒュッて行っても行けるようなエリアです。が、これやっぱり、今これからね、トキエアでしたっけ？地域空港のね、地域の飛行機のトキエアのね、と、連携して、新潟、東京から新幹線ヒューって新潟に来て、そこから佐渡島に行けるっていうのね、こういうね、利便性もあるという感じですね。まあ、船の乗り場が確か信濃川のね、佐渡島に行く船の乗り場って結構、一応中心にはあるんですけど、駅からちょっと離れてて、っていうのがね、ちょっとデメリットがありますね。こう、ちょっと、まあ歩けなくもないんですけど、ちょい離れてますので、新潟港って。信濃川の下流近くにあるんですけど、河口か。で、それでヒュッてね、船で行くんですけど、船でも時間かかるかな。でも高速船もあるから、まあ、そんなにかかるわけではないんだと思うんです。1時間半ぐらいで行けると言われますけど、飛行機だともっと早く着きますから、時間短縮度もね、桁違いなんかなと思います。まあ、これはね、この計画割とそういうもんでして、新潟から約ちょっとです。本当の11.4キロ。で、多分実際に建設するのはそんなになくて、もっと半分ぐらいじゃないかなと思います。理由としては先ほど言いました、多分出てきました、車庫があると言ってますが、新幹線の車庫がここなんですね。東新潟の駅で、ここからこっちの新潟駅方面は、これ上越新幹線じゃなくて、まあ、これ車庫の線路を使えばいいじゃないかということで、問題は小さいのかなと思います。で、今度そこからこっちのね、ぐーっとね、延伸するとしたら、ちょっとこういうところ、土地買収も必要だと思いますが、こんな感じになるのかなと思います。新潟空港はここですから。まあ、ちょこっとね、伸ばす感じなんですよ。まあ、やるとしたらちょっとした土地買収は必要だと思います。これはね、まあでも、これ延伸するにも価値あるかもしれません。新潟空港、新潟だけの移動でも、ある程度需要あるのかなと思います。スピードが何キロ出せるかというと、新幹線みたいにあんな速い速度ではないと思いますが、まあ、時速110キロぐらい出すのかなと思う距離ですね。ですから、だいたい10分ぐらいで着くんじゃないですか。10分あれば着けるような速度ですかね、新潟までは。にもっと速いかもしれませんけど。はい。そういう感じです。全然夢ではないということですね。今回はね、ちょっと手短な動画でございましたが、上越新幹線の、新潟空港延伸。実はこれ結構ありなんじゃないかということで話していきました。まあ、次回の動画ですが、またね、似たようなシリーズちょっとポンポン作っていきますので、もしよければ、チャンネル登録、並びに、いろいろとよろしくお願いいたします。この動画良かったなと思いましたら、高評価。なんか、ここをやってほしいっていうのありましたら、コメントでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。またの次回の動画でお待ちしております。